1号艇石倉陽子選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ今節は予選トップ通過から準優勝戦は陰線逃げ切っての1着優勝となりました、はい、ここまで戦ってこられての船足の仕上がり改めていかがでしょう。足は本当に全然良くないですね。今着は不思議でしょうがないです。そうなんですね、はい、特に気になるところはどうでしょう。行き足ですかね。ああそうなんですね。ターン回りに関してはどうでしょう。ターン回りは日に日によくはなってると思うんですけど、行き足はちょっと変わらないですね。いつも足合わせしても一緒の人がいないぐらい良くないです、はい、あそうなんですね、はい、さあ雪感中の乗り心地に関してもどうでしょう。乗り心地いい日も ありましたけど大体良くないですね。あんまりそうなんですね。はい、わかりました。さあ、その優勝戦に向けての作業なんですけども、何かお考えはありますか？もう変わらないと思うんで、回転合わせて、いいスタートいくだけです。はい。はい、さあ明日は1号艇でのレースとなりました。はい、今節インからのスタートの見え方はいかがでしょうか？風とか条件変わらなければしっかり分かってます。はい。さあ石倉選手、大村では初優勝、そして初優勝を目指す戦いとなりました、はい、最後にファンの方に向けて一言お願いいたします、はい、しっかりスタートを行って優勝して帰りたいと思います。応援してください。